玉野浦秘書の職員の皆さん、まあ、かすかに聞こえるでしょう、毎日毎日暑い中ご公務ありがとうございます。お疲れ様です。秘書近辺にお住まいの市民の皆さん、約10分ほど騒がしいかと思いますが、お耳を拝借したいと思います。お貸しください。この後藤氏の4年間を辛抱するよりも、私の話10分ほどの大きな騒音はほとんど感じないと思いますので、市長選に関する大事な話をしに来ましたのでお話しさせてください。あさっては後藤市長選挙の告示日になっております。25日、いよいよこれまでの事前運動、個別訪問による予行練習の本番がやってくるわけでございまして、約、3名の予定者が何の問題もなければそのまんま出馬立候補されると、届け出されると思っております。まあ、私がこの話をこの場で告示前ギリギリまで市民の皆様方に語り歩かねばならないということは全然予想しておりませんでした。立候補もしないこの丸田隆明が市長選に関して、それも特定の候補予定者に関しての調査結果を皆様方にご報告せねばならないということは夢にも思っておりませんでした。いや、残念ですね。五島市民をバカにする人が五島市そのものをバカにする者が市長になりたいと言って、それを現職の市長、市議会議員、自民党関係議員が応援するんですから、人を見る目もない首長市長から議員を何年もやってきた先輩議員たちは、何のためにこれまで議員というバッジをつけていたのか。まあ、同じ市議会の中で働く一人として非常に憤りを感じております、抱いております。なぜに権力者にここまでバカにされないといけないのか。後藤市民が現職の市議会議員山田陽子と市長の後継者として皆様方にもうすでにご紹介されておられる井出口太。井出口は東京に妻と子を残して後藤に3月帰ってきました。一番最初に取り掛かった大事な仕事が愛人探しだったんですね。そういう現職の市議会議員山田陽子と不倫の関係にある市長を狙う者を市長として誕生させてはならないと、お二人が市議会議員でもなければ市長を狙う者でもなければ、私は依頼されたこの調査依頼受けておりません。この事実を知ったからには私は市政運営上で社会通念上の道徳心に欠けるこの井出口太氏を立候補者として認めるわけにはいきませんが、立候補は自由ですので、そして不倫という行為は行為は
刑事事件で取り扱う問題でもありません。ただ一般社会においてはあってはならない不定問題として位置づけられており、我々後藤市議会議員政治倫理条例でも世に反する行いはしないこと定められているにもかかわらず、こちらまあ市長になった過程の話を二人の LINE のトークで言われておりました。この付き合い不倫問題がバレたら、市民のみんなにバレたら、市長も辞めろ、議員も辞めろと言われるよねと。当たり前じゃないですか。もう選挙前から井出口太氏は市長になった時の計画を、夢物語を山田陽子と語り合ってるんです。そして丸田隆明による井出口太氏落選運動については、賢い人が少ないからと、後藤氏は賢い方が少ないから丸太の話を鵜呑みにする市民も多いんだろうと、馬鹿にしてんですよ、この人は。本当にこれまで34年間後藤に帰るくらいのお金があったら自分は好き好んで海外旅行を選んでいたんだと。後藤を愛することもなく、ただ今連日朝夕と市民に向けてのお辞儀形だけなんですよ。これさえやってのければ野口市長や木口議員、他もろもろの市議会議員が井出口を市長にしてやろうということで動いてるから、俺はそれはもう待っとけばいいんだと言わんばかりの気持ちで、連日山田陽子と夜8時半から早くて1時遅くて3時、まあ昼も夜も元気だなという面では私は感心します。しかし今やることかよと、そういうことも判断できない井出口太氏が20歳を迎えたこの新しい後藤氏の再出発にふさわしいリーダーなのかと、そら立派なリーダーかいと思われる方はどうぞ投票してください。私は調べ上げたことを、訴えることを覚悟して市民の皆様方に議員の務めなんだと、議員だからきちんと伝えねばならないという覚悟を持ってお話しさせていただきました。最後ぐらいどうですかね、市役所の職員さん、近藤市長どうですかね。野口市長に間違いは間違いと男らしく言ってみなんですか。本当にこの島のことを、後藤氏の将来のことを考えていらっしゃる市民の方がいらっしゃるのであれば、9月の1日投票日まで、最終日まで投票行くのを待っとってください。ひょっとすると25日から何かまた新たな問題が市民の皆様方に告知できることと思っておりますので、それを待ってからでもいいんじゃないでしょうか。今回の投票日、期日前でなく9月1日の投票に私は行っていただきたい。あらよー、こん話ば早しっちょけば私はいれんやったじゃんと。なかなかうまかったでしょ今ね、おばちゃんがしゃべる後藤弁でおばちゃん風にしゃべってみたんですよ。ね、後で知っているんだよかったちなるよりも、知ってしまったけど
この人に入れるのは変わらないということであれば、私はね、自由投票ですから、私が押しかけてあなたは誰々に入れたんですねと僕は問いませんから。ただこれまでのような安易な人選びはやめましょうと。すでに20代30代40代の若い女性の方々を中心に、こんないやらしいキモい入れ口太子なんか市長になってもらいたくないと、福江の中心部では運動が始まっております。ネットで日々拡散も始まっております。皆様方の息子さん娘さんに、今後藤市長選挙で何か問題になっちゃったかと聞いてみてください。情報を自ら仕入れてみてください。すべて隅々まで私があらゆるサイトで情報を発信しておりますので、その情報を見て、さらには来週選挙が始まってからまた何か動きがあるはずなんです。だからそれを待って、最終日の9月1日に皆様のこの人になってもらいたいという人を選んでいただければ、私は文句などありませんので、国民に与えられた唯一の政治への参政権、投票権だけは行使してください。ただその投票用紙には、考えて考えて考え抜いた大人としての責任の一票を、名前を書いて投じていただきたいということをお願いしまして、本日午後からの玉の浦地区における、数箇所での街頭活動をこれにて終了したいと思います。大きな声で お騒がせしましたことを本当に申し訳なく思っておりますので、お許しください。ご理解いただきたいと思います。まあ、この話を福江の知り合いの方にでも お尋ねください。福江の方々はもうほとんどの方はもう知り尽くしておりますので、耳を傾けていただいたことに深く感謝をいたしまして、終了したいと思います。ご清聴のほど大変ありがとうございました。